前回の動画について訂正させていただく。Python のソーキットセットっていうライブラリを、ハッシュテーブルでないかのように扱ってしまったが。実際はハッシュテーブルだったの？そう。お詫びして訂正申し上げます。つまりどういうこと？って人はこの記事を見てほしい。ハッシュテーブルをそのまま使うと変な入力で失敗するよ。って内容かな？一応で言うとまあそう。Python でセットやビクトを使うなら対策がいるってこと？模範的な回答はイエス。ただ正直なところ、今後毎回この対策の話をするのは嫌で、今回の動画はとりあえず C++ メインで言ってみる。この話は以上。問題 A、N この整数の列と、別の整数 K がある。列から K の倍数だけ抽出して、それぞれ K で割って出力しろ。今回は C++ でやるよ。Python のほぼ同等なコードも置いておく。Python だと入力を1行ずつしか受け取れないから、このレベルだと Python の方がちょっと難しいかも。コードをコピーしたければ説明欄からどうぞ。問題 B、小文字アルファベットの文字列がある。この部分文字列を全部列挙すると、何種類の文字列が得られるか？文字列の長さは100までだぜ。本当に全部列挙してセットに入れるよ。早速セットの出番が来ちゃったね。今回は入力が小さいから、ハッシュテーブルだろうが何だろうが間に合う、はず。問題 C、N 件の予定があり、それぞれ今日から何日後か決まっている。この国には曜日が A たす B 個あって、休日が A 連続してから平日が B 連続するパターンがずっと続く。が、今何曜日かわからない。予定が全部休日に入っていることはあり得るか？予定は最大20万件、他の数値は最大10億だぜ。とりあえず、休日2日、平日5日の時を考えるよ。適当に今日で始まるカレンダーを作って、予定がそれぞれ何列目にあるか記録すれば、あとは休日が何列目に始まるか全部試せばいいね。1週間が20億日あると、全部は試せないけどな。予定のある日に休日の塊が始まる時だけ考えるよ。ここまで考えればコードを書ける。が、週が最大20億日もあるのがいやらしい制約で、どうしてもある程度の技巧が必要になる。週が20万日とかなら楽だったけどね。実装について結論だけ述べると、休日が何列目にあるかの記録をそうとしてから2周して、その上で2分探索して範囲内の数値を数えるのが多分一番楽。2分探索を使ったことがない人は、このコードと説明で理解できそうなら頑張って、無理そうならまた今度、かな？平日の方を数える方針もあって、それなら2分探索は不要だぜ。だが2分探索する方針の方が汎用性は高そうで、悩ましいな。問題で、2つの整数 X と Y についての条件がいくつかあるので、それを全部満たす X と Y を1ペア見つけるか、ないと報告しろ。X と Y は0以上かつ2進法で60桁以下で、X と Y の2進老期に1が何個あるか指定されていて、X と Y の X をあの値も指定されている。X をあってのは2進法の足し算と思っていいが、繰り上がらない。意味のある範囲で何でも入力されるぜ。要するに、X を和が0の桁は両方0か両方1かで、X を和が1の桁は片方0で片方1だね。で、あとは1の個数が合えばいいから、0を何回00にするかと、1を何回01にするか以外はどうでもよくて、まあ全部試すよ。計算して当ててもいいが、結構失敗しやすいな。問題 E、N 人にお金を配る、9回のラウンドが行われる。各ラウンドでは、人が1人選ばれ、その人が今ステージにいなければ乗せ、いれば下ろす。そして、今ステージに乗っている全員に、今ステージにいる人数と同じ金額を与える。2人なら2円、3人なら3円。それぞれの人について、受け取る合計金額を求めろ。人数もラウンド数も最大20万だぜ。全員に配るのを真面目にやる暇はなくて、サボるよ。横じゃなくて縦に見て、入退場するときにまとめて払えば、累積我がクリティカルヒット。問題 F。時間が切れたので簡潔に。N×N マスの盤面があり、各マスに数が書かれている。M×M マスのサブグリッドを3つ重ならないように選んだとき、その中の数の合計を最大いくつにできるか？ N は最大1000、マスの各数値は最大10億だぜ。3個なら、こんな風に1本線を引いて1つ切り離せるね。4個だとこういうパターンもあってできないけどな。あとは2個の方をまた切って気合い、ってとこだね。よかったらチャンネル登録お願いします。ご視聴ありがとうございました。